日本近畿地方大阪府大阪市この花区、夢め夢ゆは大阪府大阪市この花区にある人工島。舞島の南西に位置し、大阪市の最西端となっており、大阪北港の一角を占める。新都心の開発を目指して、1988年に策定されたテクノポート大阪計画の対象となった人工島三地区の一つ。夢めの南部に、 水深15メートルの高規格コンテナターミナルが2つあるが、全体的には広大な空き地が広がっている。今後は、ユメスの南端地域は、ロジスティクスセンターと位置づけて、物流倉庫の大規模集積地下を進める予定。将来的には、産業区域に変更した上で製造業の進出も想定している。さらに、ユメスは、スーパー中枢港湾構想の中核施設を目指すなど、 コンテナターミナルや物流基地の整備により、国際物流の拠点とする予定。埋め立てがすべて完了すれば、総面積は390ヘクタールになる。大阪府知事の松井一郎は、カジノを含む統合型リゾートについて、ユメスを候補地として、誘致活動を推進する方針を示している。また、2016年6月16日には2025年版国博覧会の、 大阪招致構想として、それまで、例示の一つだったユメスの会場候補一本化が発表され、万博誘致の成功を含めて、IR との一体的な開発が行われる見込みであった。2018年11月23日に2025年、国際博覧会の開催地が大阪に決定した。2020年3月27日、 大阪府知事の吉村博文はカジノを含む統合型リゾートの公募手続きを3ヶ月延期すると発表した。同時に2025年大阪、関西万博開催前の開業を断念することも表明した。2021年2月12日、大阪市、大阪府は実施方針案を修正。部分開業を2020年代後半に 当初2025年の全面開業の時期は未定となった。2021年横浜市長選挙後の同月23日、吉村博文は、IR 誘致反対派の山中竹春が初当選したことについて、大阪の目指す IR に大きな影響が出るものではないと思っています。首都圏の IR の状況が、大阪、関西、他にも長崎も手を挙げているが、 そこに影響が出るものではないと取材陣に試験を述べた。また、横浜市長選の分析については、中心になったのはコロナ対策では、首都圏で急拡大する中で、コロナの専門家として山中氏が訴えられたのが多くの指示を得たのでは、と、IR とは別問題としたと試験を述べた。夢すと舞島を結ぶ夢迷う橋と、 ユメスとサキスを結ぶユメサキトンネルがある。公共交通機関としては、北港観光バスのコスモドリームラインがユメスを経由している。2015年4月1日からはユメ、そのうちの2カ所のバス停に停車するようになっている。大阪府と大阪市が誘致を進めるカジノを設置した統合型リゾートのアクセスとして、大阪港、トランスポートシステム、北港テクノポート線を活用して、 大阪メトロ中央線、JR 桜島線、京阪中野島線の3路線のいずれかを、夢めまで延伸する案が浮上している。開通後には、夢、め、そのうちの新駅と大阪駅が約30分で結ばれることになる。なお、地下鉄中央線は、計画線上は、夢め地区に駅を設置することになっている。このうち、地下鉄中央線から延伸する。 コスモスクエア駅ユメス駅間については2024年度開業目標としており、万博への交通アクセスとしても機能することになる。ありがとうございます。